黒く流れる髪が私の自慢だった。しかし、すべてを失ったあの日、信じていた者たちが私を組織に売った。のたれ死ぬか、組織のおもちゃになるか、私にとって選択の余地などなかった。望んで組織の門を叩く者など一人もいない。そして体を切り開かれ、私は人でない、何かになった。その時、自慢だった黒髪も黒い瞳も、その面影をとどめず、体中の色素が抜け落ちたような中で、銀色の瞳だけが異様に輝いて見えた。お前知らないのか？クレイモアは女ばっかりなんだよ。へえ。あ、目が銀色だ。ああ、だから銀眼の魔女って言われてんだ。妖魔と戦うときは金色になるってさ。怖い。俺らまで的にしねえだろうな。何しろ半人半妖だからな。村長もなんだってあんな奴呼んだんだか。仕方ねえだろう。化け物を倒せるのは化け物だけってことさ。めでたい町だ。7匹もの妖魔にいいように居座られているとはな。クレアって名はどうだ。これからはこいつのために生きてみることにするよ。私はクレア。どうせすぐ忘れられる名だ。